画質悪いのごめんね。アイドルになってるよな、あのバカな女が寄ってくんだって。おめえら俺の周り取り囲んどけよ。ね、一番ダメなのがさ、そういう時にさ、え、別にかっこよくねみたいなさ、あれさ、俺キヨ超かわいそうだなと思うのがさ、すげえみんながフォローに回ってんじゃん。あれフォローされてるってことはすげえブサイクだってさ、レッテル貼られてるの一緒だから。だったらジグソーの人形に似てるよだとかさ、そういう風にフォローしてあげればいいのにさ、え、別に中の上じゃねえって言われたらさ、ものすごいブサイクなやつをフォローしてるように見えちゃうじゃん、周りから見ると。そんなさ、キヨの信者本当に分かってねえよな、マジで。一辺卒のレベルが違うだろ、うちのコミュニティと。あれダメだよ本当、なんかかわいそうになっちゃってさ。別に普通にかっこいいじゃん、キヨ。なのにさ、なんか周りの信者の反応でさ、なんか顔出しした時にえ、これ合成でしょみたいなコメントめっちゃ流れてて合成なわけねえじゃん、こんなにブサイクな口なわけないだろうみたいなさ、女がめっちゃフォローしてて、お前その時のキヨの気持ち、お前考えたことあんのかよ。俺、え、俺の口で野獣先輩と一致してんのみたいなさ、あれ超かわいそうなんだけど、マジで。俺そのせいでキヨのコメント拾えなかったんだからな、同じ放送者としてさ。新庄、あいつ別にかっこいいじゃん、顔もちっちゃいし、スタイルもいいし、かっこいいのに、周りのやつらのせいでさ、すげえなんか損してるよな。実況者に求めてるのは顔じゃねえしなとかでさ、顔じゃねえしなってお前どんだけあれなんだよとか、別に顔求めたっていいじゃん、私はタイプだなとかさ。なんか別に実況って顔も楽しさ求めてるんだったら俺の放送見に来るだろ、どう考えても。あいつってやっぱアイドルじゃん。なんかそういうさ、臭いものに蓋をしようとすればするほど痛くなってるから、ほんとかわいそうと思ってさ。合成説マジかわいそうだよな。別にいいじゃん顔、あれがキヨじゃん。なんかさ、あれだよね、すごい、なんていうの、綺麗な部分をやっぱ見ようとするよね、女の子はね。マジで思ったよ、よかったと思って本当に。で、男って別にさ、そういうのほんと気にしないじゃん。気にしなくない、気にしなくない。別にさ、俺がさ、どんなあれだとかあんまり気にならないでしょ。まあその6年間出してなかったから、どういう顔なのかなっていう、そういう気に、恋愛対象とかじゃなくて、そういう気になり方じゃん、じゃない。かっこよか、どういう風なルックスであれさ、慣れちゃえば別にありじゃん。なんかね、あれちょっとかわいそうだな、もう飽きてるよ俺とか。早くね、本番前に飽きられてるんだけど。女実況見るときちょっと意識する。まあ女実況見ねえからわかんないけど。違う違う、俺キヨ顔別にかっこいいと思うんだけど、なんか周りの反応がすげえかわいそうと思って。